いや今日も疲れたな本当に。いや疲れたマジで本当に疲れたわ。だって1年ぶりにバドミントンやって1年ぶりにバドミントンやったら6時間もやらされたんだよ。地獄よ地獄。もう足の裏ないでしょ。ないカーペロブロ。いやそれでさ、いや思ったんだけど、バドミントンでなんかちょっと変わったやつとか、なんかこういうシチュエーションってあるよねみたいなのってなんかないかな。あるよ。あるの？あるよ。あるの？あるもちろんある。何ある？ないじゃん。ないないじゃん。バドミントンやらなすぎてないじゃん。もうない。あ、ないんだ。そっか、ダメだ。じゃあ俺が言っていい？ちょっといいよ。基礎打ちめちゃくちゃすげえのに実際に試合してみたらめちゃくちゃ打てねえやつ。おるね。おるよね。あれなんやろな、あれ。あれなんだろうね。めちゃくちゃプッシュで押してくるくせに試合めちゃ弱いみたいな。そう。ドライブとかマジでさ、硬いレシーブマジ決まんねえの。球も。こいつ絶対強いとか思ったら。あれ試合であれ意外にも勝っちゃったみたいなのあるよね。あれなんやろな。あれなんだろうね。あ、また俺言って。はい、まあ、大学とか高校とか大学の。新入部員が入ってきた時めちゃくちゃ格好強そうなのに意外に強くねえ。強いです。こんにちは。え、ここの大学先輩っすよ。そう、4年とかで。あ、俺1年で入ってきたんですよ。ああ、よろしくね。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここやってた？あ、ここって中学からやってたんですけど。はい、はい。まあ、この大学なら4部とか3部とか、まあ、そんなもんだって聞いたんで。そうだね。まあ、せっかくなら先輩、まあ、インターバイに、ね、最後にね、1個部上げて一緒にね、頑張りたいなと思うんで。よろしく。はい、はい、おはようございます。おはようございます。そうです、大学の進学祝いでこのクリオのインパルスネックレスブレスレット買っちゃったんすよ、俺。かっこいいね、かっこいいっすよね。かっこいいっすよね。これ合計だいたい8万円くらいしたんですよ。しかもこれ2個持ってんすよ、2個。はい。まあ、意外とバドミントンにはなんかまあ惜しまないっていうか頑張ってきてるんで、よかったらちょっとこの後ちょっと実力見てほしいんで、ちょっと進学祝いします。よろしくお願いします。よし、お願いします。はいです。めっちゃ格好自慢してくるのに、なんか意外にやってみたら勝てんなみたいな。めっちゃオラついてくんのに。まあ、当時の俺なんだけど。30本だって。いや32くらいだって。32で張ってみんなをビビらしといてザコイみたいなね。俺ね、やめて、これ恥ずかしいから。めちゃくちゃ服もさ、派手、服もね、バカ派手な格好してね。強い1年入ってきたなと思ったら。強い1年入ってきたら、まあどっこいとか、まあ、普通くらい。まあやれるなくらいのやつが入ってくるよね。俺あるあるな。今ラケット見て思ったんだけど、人のラケット延々と借りてるやつ、おら。今日も練習疲れましたね。疲れたね、本当に。あれ、そのラケット普段使ってなくない？いや、そうなんですよ。これカズくんに借りたんですよ。あ、カズくん。へぇ、結構使いやすくてびっくりして。ほんと？はい。これそっちは？これえ、これは最近入ってきた女の子から借りて使ってるんですか？そうなんや。これも結構使いやすいんですよ。え、これも？これも借り物で。
ちょっと貸してもらってて、ちょっと使ってて、まあ大体もうみんなから大体3週間くらい借りてて、結構使いやすくて。マジ？そう、自分のやつもあるんですけど、うん、なんか自分のやつより使いやすいからまあいいかなみたいな思ってずっと使っちゃってます。はい。使いやすいっす、マジで。そっか。ありがとうございます。ありがとうございます。自分のラケットどこにあんのってくらい人のラケット使うやつおらん。そういうやつに限って意外と打てるんだよね。そう、だから人のラケット結構使いやすく感じがちなんか普段使ってないやつって意外に使いやすく感じちゃって借りちゃってるのかもしれないし、ね、俺これいいなとか言ってた。ああそうね。ちょ、言いたい。おい、また思いついちゃった。言っていい？そうそう、またラケット見たら思いついちゃったんだけどさ、トーナメントバッグって基本的に、まあ、テニス日本用、まあ、だからまあ大体バドミントンだと3から4本、めちゃくちゃトーナメントバッグの中にラケット詰め込んでるやつおらん。あ、ごめん、ちょっとガッと切れちゃってさ、ラケット貸してくれん。あ、そうなん。うん、何がいいかな。パワー系だよね。そうだけど、パワー系だとこれとかグラビタスとか、あとはボルドリック G-Force 2とか、あとアストロクス99とか。え？結構ね、パワー系に合う人のラケット持ってるよ。マジで？あとアストロクス99プロとか、あとは、あ、同じだけどちょっとガットのテンション違う99プロ。あとは、あ、でもあとちょっとスピード系とかだと、あ、ナノレ G スピードとか、あとアークセイバー11とかも3本あって、うん、持ってたり、あとゴーセンのグングニルとか、あとさ、アークセーバー10めっちゃ懐かしいっしょ。懐かしいけど、すごいっしょ。何本？これね、11本。そんないらんやろ。ガシャガシャってるやつ。ガシャガシャいってるやつ。まあ、俺なんだけど、これも俺なんだけど、この前ね、9本入っとったわ。使わない。全然使わん。1日10時間練習したとしても絶対に使わなきゃ。ある。入るんだよ。一応ね。でも本当ガシャガシャしてる。音すげえ。音すごい。そんなもんか。まあないか。あるあるってこうやって考えると全然ないね。ないね。ね、なんかパッてさ思いつくよね。こうやって いざこう考えると出てこないから。まあ、またこの話し合いしよっか。そうだね。そうだね。じゃあ今日はもう終わろっか。帰ろっか。帰ろうか。飯行こう。飯行こう。お疲れした。お疲れした。よいしょ。